なんだ。そうか、それで未来になるのか。もう早いですね。この楽曲、このアルバム早いねとか。未来はもうすごい、もう大爆発のスケール感っていうか。未来はさ、でもまあロットの中で初めて街のために音楽作ってくださいって言われて、街とはみたいな街ってなんだみたいな。でもなんかこう、やっぱでも誰かがどこからか来てそこに住もうって思ったっていうのは、何千年も昔にそこに石器時代からネイティブジャパニーズたちがそこで住んでたわけでしょって考えると、そこに住もうって思った時の決め手は何だったんだろうかとか、今そこに移って住もうって思う人たちは何を考えてるのかとか、特にコロナでね、なんか東京からみんな出てとか、都市から逃げるって言い方はおかしいな、都市から出て新しい生き方を模索してるその時代に、そこに住もうって思う人たちのなんか嗅覚なのか分かんない、駅近だから住むって理由もあるし、この木が好きだって人もいるし、景色が好きだって人もいるし、それは何なんだろうっていうのをなんか自分の中でもいろいろ考えてた時に、なんかつくばみらい市っていうところで住むことを選んだ人たちのために音楽を、つくばみらい市に住んでない僕がどうやって生み出せるんだろうかっていうのはすごい実は悩みがあったんだけど、なんかすごくエナジーのある楽曲ができて、なんかでもなんか町の人たちに僕が一つだけわがままを言わせてもらったら、その町っていうことは絶対中高生とか10代の子たちが住んでて学校があって、なんか吹奏楽部とかありますよねとか、その自分より年下の今後そのつくば未来を担っていく人たちと一緒に音楽作りたいですみたいなところをわがまま言わせてもらって、つくば未来のその伊那高校のみんなと一緒に作れることになって、で僕の最初のアイデアとしては、なんか楽曲はなんかあえてちょっとプライマルスクリームとか、ちょっとあの時代のセカンドサマーオブラブみたいな、ちょっとダサい、なんていうかな、イギリスの人たちがアメリカっぽいバイブスで音楽をやろうとしたみたいな、あのでちょっとなんていうのかな、フロアのダンスフロアのミュージックとちょっとミックスされたビートミュージックとロックのそのミックス感っていうのがいい具合に、あのちょっとダサめに混ざってるあの感じみたいなのを自分がやりたくて、なんかそういった楽曲がなんかこの街のテーマになったらすごい面白いなとか思いながら、それ肉体的でありながらもそれ反復するループがなんか機械的に行われてるみたいな楽曲にしたくて、なんかそこに吹奏楽の、あえて俺が吹奏楽の音をサンプリングして、あのシーケンスのパターンでパッドでなんかすごいランダムになんかリズミックにこうフレーズを作っていって、それをバラバラにチョップしていって、でそのチョップしたテレテレテンテレテンテレテレテンって感想のそのリフみたいなものをまたチョップしたものをスコアに直してもらって、竹内君にそこから吹奏楽をアレンジして弾き直すみたいなことをやってて、こうなんかね、一回だから描いた絵をもう一回コピーでスキャンして、それをまた切ってコラージュしていくみたいな、ちょっと複雑な手法を取った楽曲で、吹奏楽のフレーズは絶対出てこないの、ちょっと幾何学のちょっとミニマルな感じが出てて、すごく僕はその質感がすごい気に入っていて、なんかあれを発明できてすごい僕は楽しかったし、トリッキーなフレーズだけどなんかみんな一生懸命練習して吹いてくれたし、ロット史上最大に歌ってくれる、参加してくれた人数が多い楽曲になったから、なんか多分合計600人以上ぐらい の声が重なってて、なんか本当に街の一つの塊としてあれが響き渡るっていう、だからなんかやっぱり人が持つエナジーがそこにあるなと思ったし、紛れもなく街の人たちの歌声が聞こえてくるし、でもそうやって過去に住もうと思って今つくば未来の街があるように、いろんな街があるように、なんかこの音楽が100年後とか500年後とかにもまだ残っている強度がある楽曲であるといいなと思ってるし、なんか歌い継いでいけたらいいなと思うし、他のどの街ともいつか似てない
感じの音楽みたいなのを、なんかこの、まあ作れてよかったなって思うし、うん、なんだろうな、あの、でも人間がああやって集まって作るエネルギーって、なんか、こちょこちょやってても絶対出てこないし、そうね、あのエネルギーが一つ、まあ、ハウルの、一つの面白いキャラクターなんだろうな、アルバムのね。だから、600人以上が吠えてる。楽曲、うん、次は1000人ですね。1000人超えを目指して、あのスケールを超えていかなきゃね。でも、すごい作れ、一番楽しかったし、今も自分で聴くと元気になる。